いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます。勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思います。もちろん無料です。この動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので、何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思います。はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども利口地帯について解説いたします。まあ、利口地帯の基本的な部分ですね。まず利口地帯って何なのかというと、約束したことをやるのが遅れたということを利口地帯というふうに言います。例えばなんですけども、 A さんが B さんに土地を売りましたと。土地を売りました。でも代金ももらいました。で代金もらって、いつこの土地を引き渡すのかというと、例えば10月20日にこの土地を B さんに引き渡しますよって約束したというのであれば、 A さんは10月20日までに引き渡さないといけないということになります。で10月20日を過ぎてもこの土地を B さんに引き渡さなかったといった場合、約束したことをやるのが遅れたということで、 A さんは利口地帯になりますよということになります。で今回 A さんが引き渡し債務を持ってますね。なんで A さんを債務者として考えます。でこの債務っていうのはいくつか種類があって、例えば確定期限付きの債務、今言った10月20日という期限がついた債務、これを確定期限付きの債務と言います。 A さんは引き渡し債務がある、引き渡し義務がある、つまり引き渡さなければいけない義務を持っている。でこの期限っていうのが10月20日っていう確定した期限ですよっていう話ですね。で2つ目の債務が不確定期限がついた債務です。不確定期限っていうのは、例えば父が死亡したら引き渡しますよ、 A さんが自分の親がいて親が死亡したらこの土地引き渡しますよって言った場合、この場合父っていうのはいつ死亡するかわからないですよね。つまりいつその日が来るかわからない、必ず来るけれどもそれがいつ来るかわからないといったのが不確定期限ですね。父っていうのはいつかは死にます、いつかは死亡するけどもその日っていうのはいつかわからない、こういったのが不確定期限にあたります。で続いて期限の定めのない債務、これはもう文字通り期限が定まっていない、期限を定めなかったという内容ですね。これちょっと目が抜けてるんですけども、期限の定めのない債務ですね。まあ、例えばこの引き渡し期限を決めていなかったと、まあ、いった場合です。でこれらの場合、いつから利口地帯になるのか、つまりこれいつからっていうのはこれ起算点っていう言い方するんですけども、この利口地帯の起算点はいつになるのか、これはそれぞれ違うんですね。なんで一つ一つ見ていきます。確定期限付きの債務っていうのは期限が到来した時から利口地帯になります。つまり10月20日に引き渡すって約束したにもかかわらず、この10月20日到来してしまったと、でこの日にも引き渡さなかったといった場合、利口地帯になるということですね。債務者である A さんは利口地帯になりますよと、利口地帯に陥りますよということになります。で不確定期限付きの債務の場合、請求を受けた時、債権者から請求を受けた時、つまりあなたのお父さん死亡してますよね、だから引き渡してくださいって請求を受けた時、もしくは期限到来を知った時、これは債務者が期限到来を知った時です。つまりこの事例で言うと、この債務者が自分のお父さんが死亡したということを知った時と、まあ、いうことですね。これの早い方、早い方が到来すると利口地帯になる、債務者は利口地帯に陥りますよっていうことですね。で期限の定めのない債務については、債権者から請求を受けた時、まあ、B さんから A さんに対してこう請求をしたと、引き渡してくださいと請求を受けたら、その請求を受けた時から利口地帯になりますよと、まあ、いった内容です。でこのいつから利口地帯になるのか、今一つ一つ解説したんですけども、理解すべき点はどこなのか、今回は特別に解説させていただきます。理解すべき点はここです。債権者から非難されるべき時が来たら債務者は利口地帯になるよって考えていただけると、これ全てわかると思います。債権者から非難されるべき時、これつまり債務者が債権者から早く引き渡してくださいよと言われる時、これはどんな時かを考えていただくとわかりやすいです。
確定期限付きで言ったら、これ10月20日に引き渡すって言ったのであれば、10月20日になっても引き渡さない場合は、これ債権者は債務者に対してこれ非難しますよね。ちゃんと約束守ってくださいよ、10月20日に引き渡すって約束したんなら引き渡してくださいよ、このように債権者は債務者に対して非難すべきでしょう。だから期限到来時に履行遅滞になりますよっていう話です。で、続いて不確定期限の場合ですね。父親 A さんの父親が死亡したら引き渡すっていう約束をしたというのであれば、もし債務者が自分自身知っているっていうのであれば、その時ちゃんと引き渡してあげなさいよっていう話です。債権者は債務者知っているっていうのであれば、早く引き渡しなさいよって言えますよね。またもし債務者が知らないっていうのであれば、これは仕方がないですよ。だから債権者が先に知って、まああまり今回の場合はないですよ。 B さんが債権者で A さんの親が死亡したことを債権者である B さんが先に知るってことはあまり考えにくいけれども、もしあったと仮定したら、 B さんが A さんに請求をした、つまり A さんから見ると請求を受けた時ですね。この場合 A さんは父親が死亡したってことを知るわけだから、じゃあその時ちゃんと引き渡してくださいよって話ですよ。だからその日が過ぎてしまうと、これは履行遅滞に陥っちゃいますよっていう話ですね。で、続いて期限の定めのない債務、引き渡し期限定めていないってなってくると、これは請求したらもうすぐに引き渡さなきゃいけないんですよ。まあ、これはちょっと覚えていただく感じになるんですけども、請求を受けたのであれば、まあ、すぐに引き渡してくださいと。それ過ぎちゃうと、これは履行遅滞になっちゃいますよと、まあ、いった内容です。ただし注意点があります。何かというと、この期限の定めのない債務については、消費貸借の場合は請求を受けたらすぐに履行遅滞になるっていうわけじゃないんですね。ここが注意です。で、消費貸借っていうのは、例えばお金の貸し借りの場合です。お金の貸し借りにおいて返済期限を定めていなかった場合、請求を受けたからといって、じゃあすぐにお金返せるかっていうと、これちょっと難しいわけですよ。やっぱお金を用意する期限、これもちゃんと与えてあげないとかわいそうですよね、ということで、債権者は債務者に対して相当期間を定めて催告します。例えば、私があなたにお金を貸した、で返済期限定めていないというのであれば、じゃあ1ヶ月間待ちますんで1ヶ月以内に返してくださいと、このように催告するわけですね。で、1ヶ月以内に返してもらったらいいけども、返せなかったっていうのであれば、この場合は履行遅滞になりますよってことです。つまり1ヶ月後っていう期間が到来したと、この相当期間ですね、これが過ぎてしまったらって言ったイメージです。この期間を過ぎてしまったら履行遅滞になりますよっていうのがここに書いてある内容です。なので、まあ、消費貸借の場合だけちょっと例外的にこれ頭に入れていただく形になります。そしてこの履行遅滞に陥った場合どうなるのかというと、まあ、つまり約束をちゃんと守らなかったって話ですよ。約束したことをやるのが遅れたというのであれば、債権者は債務者に対して債務不履行を理由に損害賠償請求をすることができますよ。債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができますよと、まあ、いった内容です。つまりちゃんと約束守れなかった、で債権者は損害を受けたというのであれば、その損害っていうのはこれ債務者が原因だから、債務者に対してその損害について賠償してくださいよと、まあ、請求することができると、まあ、いうような内容です。まあ、今回はこのいつから履行遅滞になるのか、ここをちゃんと頭に入れていただくっていうのが重要です。で、それについては債権者から非難されるべき時はいつなのかと、債務者自身がこれ債権者からいつ非難されるのかということを考えると、これらは頭に入れやすいですということですね。ここをしっかり頭に入れてください。また消費貸借の場合は例外ですよと。期限の定めのない、約束をしたといった場合で、もしその約束が消費貸借だった、お金の貸し借りだったといった場合は、請求をしたとき、請求を受けたときに直ちに履行遅滞になるんじゃなくて、相当期間を定めて債権者が債務者に対して催告すると。で、催告したはいいけれども、相当期間経過しても返済してくれない、そういった場合に初めて履行遅滞になるよ、債務者は履行遅滞に陥るよということになります。ここまでしっかり頭に入れていただければと思います。今回のように理解をしながら学習したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。理解をしながら学習すれば宅建試験1回で合格できる資格なので、ぜひですね、1回で合格していただければと思います。もう何度も何度も受験する資格じゃないので、ぜひ1回で合格しましょう。
あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。